フレンド君と過ごす夏休み。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今日は12月24日、世間ではクリスマスイブというイベントの日ですが、僕は相も変わらずガールフレンドをやっていこうと思います。で、今回から新しい攻略対象者で進めていこうかなと。で、まだあかねちゃんのイベント集が終わってないんですけども、申し訳ない、このクリスマスはちょっとガールフレンドのキャラクターと過ごしたいので、先にこっちをやらせていただきます。で、このクリスマスイベント誰と過ごすのかというと、まあ前々からちょいちょい名前は出ていましたが、椎名さんでやっていきます。この24日今日中に椎名さんはクリアして、明日まあ早い時間でアップできればなと思っておりますので、まあ僕と同じ孤独なクリスマスを過ごす方もしいらっしゃいましたら、ぜひ明日はこの椎名さんの動画を見て、一緒にクリスマスを椎名さんと過ごしていただければと思います。あとちょっとね、今日もしかしたらその実況のスタイルがクリスマスに対する嫉妬とか妬みとかを含んで、なんかいつもと話し方が違うなっていう感じになるかもしれないんですけど、そこはご了承いただきたい。皆様どうか僕の気持ちを分かっていただきたいです。というわけでやっていきましょう。いや、でも普通に考えて32歳の男がクリスマスを高校生と過ごせるっていうこと自体、まあすごいですよね。普通だったらありえないですから、お金を出してね、やらないとちょっと犯罪なんですけど、そういうことしない限りは32の男がクリスマスを高校生と過ごすとか無理でしょう。まあクリスマスですけど、イベントは全部夏ですからね、これ。なんでクリスマスを過ごす夏休みイベントみたいな、もうよくわからないです。まあ例によってここら辺のイベントはなんかすっ飛ばしてもいい気がするんですよね。もうなんかちょっとやけくそなんでスキップします。あかねちゃん出てきましたね。はい、キリーツで。で、この先生のイベントも飛ばしましょう。あれ？もうちょっと早くね、デートイベントとかを進めたいです。まあ、まず海ですね。やっぱ一番の楽しみは海です。早く海イベントをやりたいっていう。でも海イベントって多分4回目とかになるはずなんで、今回はまあ淡々と進めていきましょう、評価を上げるために。いないな、椎名さん。お、いないやばい、いきなり避けられてる、これいきなり避けられてるぞ。7月20日。いや、でも今日クリスマスイブでやっぱね、どこのお店も結構忙しそうでしたね。まあ、特に物を売る店。あ、いたいたいた、椎名さん。こんにちは。今日もいいですね。まあ天気は良かったっすね。まだまだ暑くなりそうなので、まあ千葉県は全然水分補給はこの時期に雪は降らないんで、ホワイトクリスマスにはならないですけど。何かご用でしょうか。北海道の人とかって毎年ホワイトクリスマスなんですかね。これ、あの、北海道とか行ったことないんですよ。あ、これなんだ、部活かな。あ、わかったわかった。そうですね、そう、あの、意外にその旅行で行ったことないところが北海道と、あとね、京都奈良も行ったことないんですよ。修学旅行とか、あの、沖縄だったんで、高校の時は。中学の時はなんかね、スキースクールだったんで、京都奈良に行く機会がなかったんですよ。まあ普通に行けよとも思うんですけど、まあ行く人もいないんで多分男同士だと京都奈良とか普通行かないと思うんですよ。いや、まあ行ってる人がいたら申し訳ないけどそれよりはなんかもっと遊べるところみたいな感じになると思うんですよね。今はもう結構海外ですね、やっぱり。で、もう今自分32なんですけど、そうすると周りが基本結婚してくるんで、その行けるメンツがどんどん減ってくるんですよ。だから何歳まで行けるかなっていうのはあるんですけど、まあそこはしょうがないですよね。嫁さんと子供をほっぽらかして自分だけ海外で遊ぶとかなかなかできないですからね。やってるやついますけどね、実際7月21日。さあ、今日も、あ、
最初はやっぱりすぐイベントが起きますね。椎名さん、あ、このイベントも見たっちゃ見ましたね。もう忘れちゃったけど。6、7、8。あ、こんにちは。完全に邪魔しに来てるな。はい、今は夏の大会に向けて練習している最中です。学園の皆さんにも期待していただいているので、その期待に応えたいですし。椎名さんって何、全国レベルの実力の持ち主なのかな。君、身体操部でもないのに、そう、これ師匠ね。練習の邪魔をしちゃダメだろ。師匠、あなたもですよ。なんちゃって、今のは私よ。も、望月先輩、はあ、びっくりしました。てっきり先生かと。声でわからないの、声で。こんにちは、ここみ。師匠と先生の声って似てんのかな。秋の大会を前に頑張るここみちゃんを。仮にさ、顧問の先生がさ、男性っていう可能性もあるよね。でも今の話を聞くと女性の先生っすね。応援していただけるのはとても嬉しいんですけど、ここにいると本当に怒られてしまいますので。それに望月先輩、師匠、デキンだ、デキン。デキンって相当っすよね。よくなんか、わかんないけど、キャバクラとかそういう店でデキンっていう言葉ありますけど、多分相当やらかさないとデキンにはならないと思うんですよ。別にデキンになったことないんでわかんないですけど。望月先輩、彼が同意を求められても困る。全く困った師匠だ。そんな。とりあえず、あれ、深見先生、俺知ってる。まだアップしてないんですけど、実はガールフレンド音符をね、やりだしたんですよ。で、第1回目の収録が終わって、ちょっともう編集も終わって、あとはちょっとアップするだけっていうところなんですけど、なんかそのガールフレンド音符って音ゲーなんですよ。で、なんかその AKB みたいにセンターユニット決めてなんかやってくっていう感じで、そのダンスの練習でなんか深見先生が出てきてた気がするんですよね。深見先生かわいいっす、ちなみに。ここの学校、教師と生徒全員かわいいっす。マジこれおかしいっすよ。最初のうちは私がカメラを向けると、まあこれもね、これもっていうかガールフレンド音符の第1話もちょっと今日中にはアップしたいと思うんで、まあそっちの方も見ていただきたいんですけど、まあただね、今日はクリスマスイブなんで、できればずっと椎名さんと過ごしていたいっていうのもあるので、まあ、まずはちょっと椎名さん優先でやっていこうかなと思います。いえ、そうではないんです。これは疲れてるんじゃないかな。少し情けない話ですけど、体調管理は重要ですからね。夏はどうしても体力、夏の天王山、まあここで乗り切れるか乗り切れないかで今後のペナントレースが変わってくる。いや、俺野球はあんまりわかんないです。野球やってるっていうか、パワプロとかやってるけど詳しくないっていうね。もう十分よ、ここみちゃん、ありがとうね。でもこの姿でさ、体育館から出るんだね。体育館が使えるので、とても恵まれて、他の部活の男子生徒の視線釘付けでしょ。期待の星だもんね。それに屋外じゃ新体操はできないでしょ。さっき体育倉庫からこっそり見せてもらったけど、ここみちゃんも新体操部って多分高校の時なかったな、うちの高校は。今度の大会も入賞を期待しちゃうわよね。中学の時も新体操とかなかったな。なんか夏季大会までには男性はあったのかな、ちょっとよくわかんないですけど。新体操といえばあれですよね、ガンバの旬、サンデーでやってたやつ。あれね、一通りは読みました。あれ結構面白かったと思うんですけどね。忍者かもしれないわね。あらあら、向こうのテニスコートにいるのは。あ、わかるわかる、まつりちゃんってあれですよね、鏡さんですよね。おほらほらほら、キャラをね結構覚えてきたな。今から魅惑的なスコート姿のまつりちゃんを激写してくるわ、ね、そう、ガールフレンド音符だとこのロードしてる時に結構ね、キャラクターの紹介が出てくるんですよ。結構ねキャラの勉強になるんですよね。しかもそのガールフレンド、このカッコ仮の方は
新聞部と合同制作の高校生もキャラクターしか出てこないんですけど、音符かなりね登場キャラクターが多くて全然わかんないっす。さて練習の時間かな。そろそろ練習に戻りますね。え、そうですね、練習はあと1時間くらいで終わると思います。待つよ待つ。それがどうかしたんですか。今日のクリスマスは一緒に過ごすって俺はもう決めたんだ。それまで待ってるよ。私を待っていてくれるんですか。でもあなたを待たせて。大丈夫、1時間くらいでしょ。あ、これあれだ、生徒会のなんか仕事が入ってるんだっけ。図書館にいるからって確実に村上先輩狙いだな。もし待っていてもらえるなら一緒に帰れますね。はっ、はあ、ごめんなさい、大事なことを忘れていました。今日は練習の後に生徒会のお手伝いをする約束をしていたんです。まあしょうがない、これは多分それが夕方までかかるので。でもさ、あかねちゃんの時のさイベントもさ結構待ってましたよね。さすがに悪いこそ夕方くらいまで待ってたんじゃないかな。行きませんから。いえ、私は大変なんかじゃないですよ。新体操もお手伝いも好きでしていることですから、毎日がとても充実しています。いいな、俺このクリスマス全く充実してないぞもう一人でガールフレンドやってること自体が充実してないと。いや、そんなことはない。高校生と過ごしてるんだから充実はしてるよ。あの、これって私のために買ってきてくれたんですか。いや、去年のクリスマスは、まあ、一人っちゃ一人だったんですけど、彼女がいたんですよ。残りの練習も乗り切れそうです。で、クリスマス終わって、クリスマス24、25って別に休日でもないじゃないですか。だから、休みの土日に被んない限りは普通の平日なんですね。別に一人っちゃ一人だったんですけど、23日の休みの日にまあちょっと横浜の方行って、でまあ一応クリスマスチックな感じのデートをして、でその後年明けに別れたっていうねそういう感じのだ、出だし最悪でしたね。あの今年の1年、1月のなんか最初のところに別れてみたいな。でまあそこからちょっと本格的に婚活パーティーとかも行き出したんですけど、お、椎名さんいる。そういう思い出が蘇ってくるな。だから確かに孤独っちゃ孤独だったんですけど、去年も。だ今年の孤独とはまた違う感じだよね。あ、笹原先輩。え、私たち？あ、メロンパンだっけ。私とココミちゃんはこれから一緒に。一応ね、その別れた子も俺のこの動画のチャンネルを知ってるはずなんですけど、もう見てないでしょ多分見てたらちょっと俺終わるなこいつマジ終わってんなって思われて。まあ連絡とか取ってないんでいいんすけど、もう多分ガールフレンドはね見てないと思うんですよ。だって別れた男のチャンネルそのまま見ますか。多分見ないと思うんですよね。スイーツパンだということです。しかもあのもちろん当たり前ですけど、その付き合ってる時にこんな俺のわけのわかんない性格は出してないですからこんなやったーとか完全に変態ですよね。いや、そういうのが原因で別れたわけじゃないですよ。だからこいつ実はかなりの変質者だったみたいな。まあ、毎回毎回言うんですけど、あの上っ面だけはいいんで、そういうとこはもちろん見せないです。今日行くお店にはそこなんですよね。今後なんか仮になんか付き合う女性が出てきたら、あ、ちょっとこれ見てみようってなった時にうわこいつ終わってんなって思われる可能性がかなり高いっていう。まあでもね、それはしょうがないですよね。だって俺これ好きでやってるんですから。私たちと一緒に行ってみますか。よし、メロンパン行きましょう。もう常に椎名さんにはついていく。ぜひご一緒しましょう。甘くて丸いメロンスイーツ。そう、椎名さんはメロンパン好きみたいですね。今からとっても楽しみです。俺もメロンパンは好きっすよ。カロリーが少し気になりますけど、でなんか夕張メロンパンみたいなのだとちょっとあの夕張メロンのオレンジがかった感じのメロンパンで、サービスのメロンそれが好きですね。あ、そうですね、少し急ぎましょう。笹原先輩は何やってる人なんだ。あ、陶芸やってる人だ。そうそうそう。でコーヒーおごってもらいましたよね、村上先輩と一緒に。
コーヒーをおごってもらったんだっけ、なんだっけ忘れちゃった。喫茶店に行ったのは覚えてますけど。7月24日さてさて、起きましたね。これはあデートイベントか。そう、最初のデートイベントも比較的早めに発生するんですよね。いや俺プール嫌いって言ったじゃん。でもお掃除ですから水は張ってないですよ。それでも一緒に行きたいんですか。行きたい。もう今日はとにかく椎名さんについていく。椎名さんと一緒に過ごす。手伝っていただけるなら。もうここはしょうがない。多少気持ち悪いと思われてもしょうがない。そこにいるのはココミさん。ココミさんって言うんだ。クロエ先輩いいね。プールのお掃除に来ました。クロエ先輩もどうですか。プールのお掃除。もう僕は今日はあれですよ。孤独なんで、来る女の子は拒まないっす。ぜひさせてください。でもクロエさん、何か用事があっていらっしゃったんじゃないんですか。その用事までまだ時間があるので、まっ早めに来たのか。なかなかの人物ですね、クロエ先輩。3人で行きましょうか。え、もともと一人で。あ、ゆずちゃん。やった、今日ゆずちゃんも一緒にいるぞ。いやー幸せだな、このクリスマス。今年のクリスマスはすげーいいな、充実している。お、ねじかわさんもいるじゃないか。もうここら辺のメンツはわかるな。ねじかわさん、お疲れ様です。お疲れ様でございます。ライムさん、なぜ私たちの出番がないのですか。それはね、私がこの日のために自動プール掃除マシーンAPCM バージョン1くんを発明したからなのだよ。すげえな、バージョン1かまだだ。自動プール掃除マシーンで改良はしなくて大丈夫なのか。この円盤につぶらな瞳がついた機械が自動プール掃除マシーンなのですね。てか制作費とかどっから出てんの。部費で作ってんのかな。これさえあればこんな大きなプールだって15分足らずで掃除できちゃうのだよ。それはすごい発明ですね。まあ今はまだ充電中だから。電力をどこから取ってんだ。これだって外でしょ。でも私たちが活躍できないのはちょっと寂しいかもしれませんね。じゃあ余った時間でお茶でもしませんか。みんな今日はケーキをおごりますよ、僕が。いい、それでは私たちはプール掃除の気分を楽しみましょう。気分を楽しむってなら先輩と椎名先輩にはデッキブラシをお願いしてもいいですか。任せなさい。頑張りましょうね。ゆずちゃんの頼みとあらば断るわけにもいかない。頑張りましょう。はい、機械では手が届かないような場所もあると思いますから、私たちはそういう場所を重点的にお掃除していけばいいですよね。そうですね。皆さん見てください、こんなところに珍しい生き物がいますよ。これはなんという生き物でしょう。怪しいものを見つけてしまったな、クロエ先輩。ほら、このブラシの。うわ、なんか絶対ろくでもないものだよ。何ですか。ココミさん、ゆずこさん、どうかしたんですか。あのクロエさん。いや、これはかなりのものと見た。こちらに近づけないでください。ごめんなさい。ココミさんはこういう生き物苦手なんですね。お、そりゃヤゴだ。ヤゴか。ねじかわさん。俺もね、そういうね、あの虫とか好きじゃないんですよ。詳しくはないけど、以前水生昆虫型のロボットを作った時に構造を研究しててね。構造を研究してって。なるほど、ロハン先生みてえだな。勉強になりました。ライムさん、メルシーです。このヤゴ、プールの外に逃がしてあげましょう。では外にある池まで行ってきますね。クロエ先輩すごいな。ヤゴがいなくなって安心しました。あ、すみません、ずっとあなたにしがみついたままでした。ありがとうございます。本当ありがとうございます。こういう時はしっかりお礼を言いましょう。
これなんだ、これはちょっとあれだな、行き過ぎじゃないか。嬉しかったからって言うべきか。もうこれいきなりバイツァー出すと発動するかもしれない。怖かったらいつでもどうぞ。真ん中なんかどれもありそうな感じだけど、まあいつでもどうぞっていう感じでウェルカムな方向で、おっ、オッケー。これちょっと悩んだな、今までで多分一番悩んだかもしれない。全然動じませんでしたね。いや、内心はあれだよ、パニックってたよ。だ俺も結構虫とか出た時、家とかだとうっけーとか思うんですけど、あの外の場合はなんかちょっとね平然な感じで処理する、もうそういうスタンスです。お、お掃除ロボが起動したか。お、そろそろ充電が終わるね。それじゃ皆の衆、今からこの子があっという間にプールを掃除しちゃうから、まずは水道につないだホースを設定。水かかって大丈夫なのか、防水性とか。ただ今戻りました。おお、ジードプール掃除マシーン、いよいよ始動ですね。ちょっとドキドキしますね。うまくいくといいですけど。はい、準備 OK。 てかこの人選はどうやって選ばれたんだ。クロエ先輩だけ3年生で他2年生みたいな。相変わらずつながりがわからん。動き出しました。ホースの水を使って円盤の下の回るモップがプールを磨いてますね。ライムさん、これは本当に大発明です。すごいです。おしし、大成功。起動実験ちゃんとやったの。自動プール掃除マシーンの移動速度がだんだん上がってきましたよ。これは暴走、暴走の兆候が見られる。ホースの水を弾く勢いがどんどん大きくなってますけど、ネジカワさん、これはそういうものなんでしょうか。規格外の出力を出してしまった、ちょっと違うかね。さらにスピードが上がって完全に制御不能だな、これは。これはいかんね、暴走してる。全員退避。退避するほどなんじゃ。爆発した。オーマイガー、自動プール掃除マシーンが壁に激突してひっくり返ってしまいました。でもまだ回転モップの勢いで水が盛大に撒き散らされてますよ。早く水を止めましょう。あ、いいね、びしょびしょになるのは大歓迎よ。夏の日にびしょびしょになるっていうのはもう嬉しいイベントの予感しかしないからな。ほらほらほら。これ結構お約束パターンが多いですね、このゲーム。私は平気です。それより水を。水よりシーナさんだ。シーナさんだけじゃなく全員見せてくれ。水を止めてくれて。全員の濡れた姿が見たい。でもココミココミさんだけ。びしょびしょです。洋服が肌に張り付いて気持ち悪そうですよ。あれ先輩、どうして赤くなってるんですか。いや、ユズちゃんにそう突っ込まれたら。目のやり場に困ってる。恥ずかしいです。でも夏だし、みんな涼めてちょうどよかったんじゃない。うんうん、さすがネジカノさん。ああ、いやいや、こんなことになって申し訳ないと思ってるよ。いや、ありがとうございます。でもこれも本当にありがとうございます。知れません。はい、これはこれで楽しかったですよ。それでは改めて始めましょうか、お掃除。はい、始めましょう。無事終了か。手伝っていただいて、もう制服乾いてるけど。濡れた服もお掃除している間に。夏の日差しか。確かに。結構乾きますからね。最初に濡れたのは、ディズニーの夏イベントって最前列とかにいるとマジ濡れるんすよ。でもね、結構日差しが強い日だと乾いたりするんすよね。それもそうですね。次の時は。ぜひ水着で参加。これはでも水着で参加ってなると確実に師匠が来るからな。
はい、というところで椎名さん攻略編、まあ、今日できれば全部やっちゃいたいんで、まあ、第1回目はこれで終了して、もう次回はこのまま突っ走ってまたやっていきたいと思います。